以前一つ企業塾に所属していたんですけれども、グレーヘアにはちょっと需要がないよっていうお話があったんですけれども、入学させていただいて1ヶ月半で3名様にご制約いただいて、累計で89万円になります。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は受講生さんでグレイヘアスタイルマインドコンサルタントをされていらっしゃるニーヨさんがファッションコンサルで89万円の、ね、売り上げを上げられた秘訣についてですね、対談動画ということで、ね、お届けをしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では現在のご活動内容を簡単に教えていただけますでしょうか。現在は白髪に悩んでいる方が白髪を染めることなく自分のありのままの姿を生かしてエイジングしていけたりとか、美しさを自信に変えて魅力的な人生を歩むっていうことを主にサポートさせていただいてます。いわゆるニーヨさんのサービスのいいところって、例えば白髪が気になるような年齢になってきたとしても、それをあえて染めて隠すのではなくて、それを魅力に変えていっておしゃれなファッションとね組み合わせていくことで自分の魅力を引き出していくっていう、そういったアドバイスをされていらっしゃるというところで、ジャンルとしてはニッチなんだけども、悩んでる人だったりとかそれを必要としている方もね結構いらっしゃるということでですね、活動されていて、弊社学科にねご入学いただいたきっかけっていうところも教えていただけますでしょうか。入学のきっかけはですね、北野さんがあらゆるジャンルで知見がおありだということなので、私のジャンルが何しろすごくなのでお分かりになるかなとか、サポートがちゃんと手厚く受けられるかなっていう不安があったところで、北野さんのところで学ばせていただくのが一番かなって思ったのがきっかけです。以前一つ企業塾に所属していたんですけれども、そこでグレーヘアにはちょっと需要がないよっていうお話があったので、どうしても起業家ファッションという形でお仕事をする選択があったんですけれども、どうしても自分の中でグレーヘアっていうサポートを捨てきれなくって、自分が悩んでいただけに気持ちが分かる分、そういう悩みを救いたいっていう思いで北野さんの企業塾に入らせていただきました。ではですね、お次、入学前と後の具体的な変化っていうところもお伺いしていきたいんですが、入学前っていうのはどういった状況だったんでしょうか。入学前は企業家さんに向けてのファッションコンサルだったので、もちろんそこにも需要がありましたし、生徒さんも何人か入ってくださったりとかして、私もやりがいのある精一杯にサポートさせていただくっていう形ではあったんですが、どうしてもグレーヘアのアカウントをずっと休眠状態として持っていたので、そちらが気にかかっていて、もう一度運用してお悩みを救いたいっていう思いがずっと停滞してってしまったんですよね。そっちが気になってしまって、企業家ファッションの方で発信がどうしても止まりがちになってしまって、そういったところが自分のメンタルとしてはすごくモヤモヤした感じでした。よく情報発信あるあるだったりはするんですけども、メンターさんからこのコンセプトいきましょうってなった時に、確かにそのコンセプトもね需要はあるんだけど、自分が本心からやりたいかどうかっていうところとかによっても、実は情熱を持てるところの方が無意識に自分がどんどん行動していけるジャンルだったりもするので、需要があるジャンルが必ずしも自分が本当に心から情熱を持てるジャンルと一致するかどうかっていうのはまた別のね問題だったりもするので、一番ニーヨさんがやりたかったこと、いわゆる一般のグレイヘアに悩む女性の方に向けたファッション指導っていうところで、もうちょっとターゲット像を広げたね方々に対して発信をしていきたいっていうところがやりたいことっていうところでね、コンセプト紹介コンサルで作らせていただいて発信をスタートしていかれたっていうところから、改めてその後入学後の変化っていうところで言うと、どんなような感じでしょうか。入学させていただいて1ヶ月半で3名様にご制約いただいて、累計で89万円になります。おめでとうございます。ありがとうございます。ファッションのねジャンルで言うと割と高単価なね部類に入るかなと思うんですが、それでもね実際ご制約をいただけているということで、ちなみに制約率でいうとどのような感じになりますでしょうか。6名ご相談に来ていただいて3名ご制約になります。制約率も 50% っていうね、かなり高い基準値でねご制約いただけているというところで、制約につながった秘訣というところでね、これからインスタグラムだったり各種 SNS、 そして個別相談の時にニーヨさんが意識されたポイントについてね聞いていきたいと思うんですが、今こちらの画面に映っているのがニーヨさんのですねインスタグラムということで、現在40代からグレイヘアで魅力を引き出す色コーデというコンセプトでですね発信されていて、プロフィール文章とかですね、このあたりとかも初回コンサルでデザインとかですね、いろいろテコ色させていただきまして、こちらに今発信されているということなんですが、改めて今回インスタグラムの運用で意識されているポイントとかをですね教えていただけますでしょうか。入学後はですね、特に反応が変わってきたのがライブでして、ユーザーさんにどういった感情を持ってもらうかっていうのをしっかり考えて台本を作り込んでいくことで、ユーザーさんのね反応がかなり変わりました。以前はノウハウばっかり話すような感じの台本の構成だったんですけど、導入を長く取ることでしっかり共感とか憧れとか牽制とかを出していけるっていうのを学ばせていただいて、そこを意識して作っています。実際ニーヨさんはかなりの頻度でライブとか今されていらっしゃると思いますけど、頻度でいうとどれぐらいでされてますか。今は毎週水曜日に1回やっています。ライブとかもね、もし可能であれば毎週固定曜日にしていただくと習慣化ができるのでね、水曜日にはニーヨさんのライブを見ようみたいなね形で、そこも固定化されていらっしゃるということで、特に高単価商品がねご制約いただけるかどうかっていうと、ライブをしっかりやってるかどうかということで、
結構皆さんライブを軽視しがちな方とか多いんですけども、商品を買ってくださるお客様基本的にライブ見てることが多いので、ミオさんとかも同時接続数がなかなか最初少なくて結構心折れちゃってやめちゃうっていう人も中には多かったりする中で、ミオさんライブを継続するために意識してるポイントとかあったりされますか？継続するポイントというと、もともと同時接続数あんまり気にしないたちで、最近のライブでも発信始めてから10分ぐらいね、どなたもいらっしゃらないことあったんですよ。はいはい、最初はありますよね、はい、なのでどうしようかなと思いましたけど、アーカイブで見てくださる方もたくさんいるのを分かっているので、水曜日の私昼にやっているので、どうしてもお仕事だったりとか、その時間にちょうど開けられないっていう方とかたくさんいらっしゃって、アーカイブの方がねすごく多いんですよ。それが分かっているので、ライブを撮り始めた瞬間からすぐにちゃんと話し始める。最初がたるんでると、どうしてもライブをアーカイブで見る人もまあいっかなって言って飛ばしてしまう方とかもいると思うので、その辺は自分の気持ち切り替えて最初から話を始めるっていうのは意識しています。ありがとうございます。これ結構ポイントで、この動画見てくださってる皆さんもね、覚えていただきたいのが、ライブってアーカイブで見る方も結構多いんですよね。アーカイブで見た方に見やすいようなトークを意識するであったりとか、あとは同時接続数が最初の10分間本当に1人とか0人だったとしても、アーカイブで見てくださる人のことを考えて話すと、しっかりと情熱を込めて何かメッセージを伝えることができると思うので、意外とアーカイブで見る人結構多いですよっていうところです。はい、本当に多いです。その他何か意識してるポイントとかございますでしょうか？例え話をたくさん挟むっていうことを特に最近意識していまして、北野さんのライブでもかなり取り入れられてるんだなっていうのを勉強させていただいて、私もグレーヘアっていうのがなかなか普通のファッションに落とし込めない、ただの加齢みたいなもので、ファッションとグレーヘアっていうのを一緒にこう融合して考えられないというか、コンプレックス、あとファッションはファッションでおしゃれになるにはどうしたらいいか、ここを分けて考えられていらっしゃる方とかがすごく多いので、そこって普通にただのカラーリングをして対応にするのと一緒で、ここに白いのが入っていることと何も変わりがないよっていうお話をするときとかも例え話をしたりとかっていう風に分かりやすく置き換えてあげることで、視聴者さんが結構しっかりリアクションを取ってくださったりとかっていうのは多くなりました。素晴らしいですね、はい、これ実はパブリックスピーキングっていうスキルの一つで、例え話をねうまく対応していくってやり方があるんですけども、そこでしっかりと例え話があることで、そういった外の自分ごととして捉えていただいたりとか、より説得力を増して、あ、そういうことだったんだねっていう風にお客さんも理解が深まるようなね、そういったトークを意識されていらっしゃると、はい、あとリールもですねすごい最近伸び始めていてですね、例えば意識の高い人ほどぶっ刺さる40代グレーヘアというリールが 7.5 万再生だったりとかですね、伸びていらっしゃいまして、はい、アベレージもね大体4桁っていう再生回数はフォロワー数400人にしてキープできているので、かなり順調なペースで伸び始めてるかなと思うんですけど、特にこのリールを伸ばす上でミオさんが意識しているポイントとかコツとかがあれば教えていただけますでしょうか？4桁のリールは実は最近平均的にすごく伸びてきてるんですね。それまでは結構3桁のものとかも多くて、言っても1000再生ぐらいのものがほとんどだったんですが、そこから1本の先ほどおっしゃっていただいたリールがボーンと万いくようになってから、他の過去のリールを見てくださる方がすごく多くて、ジャンルがジャンルなだけにすごく悩みが深かったりとか、誰にも悩みがシェアできなかったりする方が多くいるので、共感をもらいたくて見るみたいな方がすごく多いんですよね。遡って見てくださってるというか、なので基本的には育児とかでどうしても自分と身だしなみに気を使えないからこそ、どんどん自己肯定感が下がっていって、どうしても気分が落ち込んでしまっている時に子供に辛く当たってしまったりとか、あとはお友達とお話ししている時に気になって話に集中できないとか、そういった感じの気持ちに寄り添うような、私も普通の一般の主婦だよっていうことをちゃんと強調できるような内容を気をつけて作っています。ありがとうございます。もちろんリールはね、こういう細かいテクニックであったりとか、そういう心理技術入れるのも大事なんだけど、一番はターゲットの人の共感をしっかりとね拾っていけるような内容になっていたかっていうところで、そこが視聴者の心をグッとね掴むことができているからこそですね、これだけの再生回数が回って、しかも1本回り出すと他のリールも見られ出すので、そうすると全体的なね再生回数も底上げされていくと。ちなみにミオさんは今ねリールがこれだけ伸びてるということですが、 TikTok とかもやられてますか？はい、同じようにリールを転用することで、 TikTok ではどういう風に受けるのかなっていうのは自分自身気になってるところがあったので、そんなにね手間がないので、そのまんま TikTok でも流すようにしていまして、同じ動画が今のところすごく伸びて8万再生以上取れています。そうですよね、直近だと 8.5 万再生とかね、 TikTok とかも再生回数が伸びていて、あとはこちらとかもね3500再生とか、あと 1.5 万再生とか 2.1 万再生、 3.7 万再生、 1.2 万再生、結構 TikTok でも再生が回り出して、今170人ぐらいですかね TikTok のフォロワーがいらっしゃると思うんですけど、まだ投稿数
数でいうと30投稿弱ぐらいでフォロワーが今増え出してるっていう感じですかね。はい、はい、そうですね。またインスタにお話しさせていただくと、ストーリーズとかインスタってめちゃくちゃ重要だと思うんですけど、はい、このあたり投稿とか発信で意識してるポイントとかっていかがでしょうか。今までストーリーを発信するときに毎日毎日その時のリアルタイムで何伝えようみたいなことを一から考えていて、それが結構隙間時間を使って投稿を作るのがすごく難しかったんですよね。ストーリーが一番しんどいなって思う瞬間もあるぐらい苦手に感じてた時もあったんですけど、でもこちらに入塾させていただいて、ストーリーは曜日でちゃんと発信内容を絞ってしていくとストレスがすごく少なくて済みますというお話を聞いて、そうすればいいんだと思って、ちゃんと目的を分けて曜日ごとに発信するようにしたら、すごくスムーズに、そして反応も取れるようになったと思います。いわゆるストーリーズも具体的に分けると、どういうテーマを上げていけばいいのかっていうのがね、何個かテーマがあるんですけど、それを曜日に振り分けていくことでね、しっかりとそれ通りに発信をしていただいたことで、今日は水曜日だからこのネタを投稿しようっていう迷いが消えるっていう意味でもね、余計なエネルギーを使わなくて済むので、より効率的にね、仕組み化していきやすいかなっていう。あと直近とかだと、ミーヨさんもご自身の価値観とかもね、ストーリーズでハイライトにも結構残されていらっしゃると思うんですけども、あとすごい見やすいですよね、ストーリーズが。ありがとうございます。写真の上に結構文字がぐしゃっと重なってて、文字が見づらいっていう風な人とかね、結構多かったりするんですけど、しっかりとこういうね、上に写真を入れて下は文字だけっていう風にちゃんとレイアウトをね、決めていくと、すごい見やすいね、こういう風なストーリーズができるかなと思いますので、この動画見てくださって皆さんもぜひ参考にしていただけたらなと思いますね。次にですね、最終的に商品が売れるまでの全体像っていう流れもお伺いしていきたいんですけど、これはどういう流れで個別相談につながってご制約になったという形でしょうか。最初にストーリーでも興味付けをできてるっていうところが大前提なんですが、ライブで熱く反応してくださる方がもともと何人もいらっしゃったので、その中で皆さんと反応がすごく熱い回に、私も思いつきでライブの中で個別相談を募ったところ、そこで6人ぐらい反応をくださったっていうところから、個別相談をして売り上げにつながったっていう感じですね。ライブからのね、個別相談という流れだと思うんですけども、ライブでの誘導で意識したポイントと、あと個別相談でね、意識されたポイントがあれば、それぞれ教えていただきたいと思うんですけども、ライブからの誘導で意識されたポイントとかってございますか。ライブの時はその中身でお話の一番沸点の高い皆さんからコメントをたくさんもらったりした瞬間に、これに興味があるんだなっていうことを自分の中で分析した上で、そこにさらにベネフィットというか価値を感じてもらえるような流れをお話の中で作って、それを私の個別相談でお話ししていきますが、いかがですかっていうふうに持っていきました。個別相談に参加することで得られるメリットっていうのが、すごい具体的で綺麗な流れで順序立ててね、ご説明をされていったっていうところもね、ポイントかなと。次は当日個別面談とかですね、よく個別相談で、いや高単価商品提案するのちょっと抵抗あるんですっていうね、方も中にいらっしゃったりするんですけども、この辺はミオさんの場合特に抵抗なくスムーズにいけた感じですか。そうですね、日々北野さんの講義動画を鬼再生していたので、個別相談の流れみたいなのは多分5回は聞いていてなので、そこで迷いはなかったっていうのと、あとライブで皆さん欲しいっていう状態になってきてくださっていたので、そんなにこちらがあたふたすることなく、ぜひ講座の紹介お願いしますみたいな感じでお話をしていただくことができました。素晴らしいですね。流れとしては、私の方でお伝えしている個別相談の流れとか型とかもテンプレ通りにお話を進めていただいたっていう感じですか。はい、そうですね、商品の営業資料なんかも基本的には動画をしっかり見て、そのような流れで作れるようにしました。動画ね、見てくださってる方の中でも、個別相談ってどうやってやればいいんだろうとか、どういう流れで商品をね、ご提案につなげていけばいいんだろうってね、疑問を思われてる方もいらっしゃると思うんですけど、しっかりとしたこの型っていうのがね、ありますので、そこの型をしっかりとこの順番で話していけば、価値がしっかりと伝わって、お客様の方から興味を持っていただけるようなね、そういった伝え方っていうところをね、抑えていただいたことで、ニーヨさんも今回制約率でいうと 50% っていうね、高い率でご制約いただけているということだと思うんですが、その他何かニーヨさんの講座運営とか商品設計のところで意識しているポイントとか、もしあれば教えていただけますでしょうか。私の講座ではですね、もともとコンプレックスを持っていらっしゃる方が入ってくるということを重きを置いているので、そこのマインドのサポートっていうのをすごく手厚くしています。なので毎回 Zoom でつないでセッションさせていただくたびに、私とお話しすることでマインドがどんどん上がっていくというか、今日も本当にすごく気持ちよく終われましたとか、今度これ頑張ってみますみたいな、やる気がどんどん上がって、最終的には全然人生が激変するような視野だったりとか、思考法みたいなのが身についていらっしゃる方が本当に多いです。素晴らしいですね。いわゆるマインドセットの部分っていうところが、結果を出していく上でもちろんノウハウも大事なんですけど、ノウハウを吸収する前にまずマインドセットができてないと、本人もそれを本気になって変えていこうって意欲も湧かないんで、マインド面の意識改革っていうところをニオさんもね、力を入れてコンテンツに組み込まれていらっしゃるというところですかね。はい、次ですね、改めてにはなるんですけども、弊社学会に入学いただいて良かったことがあれば教えていただけますでしょうか。全てなんですけど本当に
北野さんは受講生さんに対して今この人に何が必要なのかっていうのを細かく分析してレスポンスをしてくださるので、それがすごく心の支えにもなりますし、より学びも深まっていくっていうところで、北野さんの思考法にね、いつも触れられるっていうのはすごく大きいなって感じています。そして特にマインドセットの大量の講義動画が収録されているので、そちらを3週も4週も聞いてるんですけど、何週間にわたって聞いてても毎回新しい発見があるというか、もう一度改めて自分に落とし込もうって思う、そういったお話が本当に多いんですよね、隅から隅まで。そこはすごくありがたいです。ありがとうございます。うちの受講生さんでもね、マインドセットのね講義っていうのを最初の3ヶ月間何週も聞いてくださいっていう風に僕もね最初のオリエンテーションでお話しするんですけども、特にマインドっていうのは非常に重要なので、そこをねしっかりとニオさんも繰り返し聞かれているということで、僕も逆にそこまで聞いてくださってたんだかってちょっと驚きましたけども、ね、3週もね聞いてくださってるということで、まあ、最後ですね、この動画を見てくださってる方でこれから SNS マーケティングを始めていきたいなっていう方だったりとか、弊社実践 SNS 集客学科の入学を検討されていらっしゃるという方もね中にいらっしゃると思うんですけど、そういった方々に向けて最後に一言ですね、ニオさんから何かメッセージがあればいただけますでしょうか。挑戦はマインドが9割だなっていうのを私は今回改めて感じていて、以前の企業塾さんでは私がまだまだ未熟だったっていう点もありますが、マインドというかビジネスをやる上においてどういった思考で学びを続けていくのかっていうところがまだまだ私に足りてなかったので、そこを今回補ってくださったのが北野さんの企業塾なんですね。なので何をするにしても精神的にブレていると正しい方法が目の前にあるのにちゃんと選べなかったりとか継続できなかったりとか、単純なんですけどそこが私は全てだなっていう風に今回感じてます。なのでこれから始めるっていう方には一番最初に必ずマインドを整えてもらうっていうところを重視して選んでいただけたらいいのかなっていう風にアドバイスしたいと思います。マインドは全ての根幹になる部分ですからね。ありがとうございます。ということでですね、今回ニーヨさんといろいろ対談でお届けさせていただいたわけなんですけど、最後に概要欄の方でもニーヨさんのインスタグラムと LINE 公式アカウントをリンクもね貼っております。こちらね、ニーヨさんの実際 LINE 配信とかね非常に勉強になると思いますので、ぜひこちらもねチェックしてみていただけたらと思うんですが、ニーヨさんのね LINE 公式アカウントに登録いただくと今だけプレゼントとかねもらえるということで、簡単にこちらの特典の内容もご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、私の LINE 公式アカウントでは白髪を生かして実際に私が8年前より若見えしてもらえるようになったスタイリングとかコーデ術っていうのをお伝えしています。そこで動画を見てくださった方にはさらに6大特典もつけて、今の自分がコンプレックスに思っていることが実は強みだったりとか、個性を生かすことでもっと魅力的になって華やかな素敵な人生を送れるようになるっていう秘訣をですね全てここにギュッと入れていますので、ぜひねプレゼントをゲットしていただきたいなって思います。ありがとうございます。で皆さんね、ぜひこちらプレゼントをゲットしてみてください。ということでね、ニオさん本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。一つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー。通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらね11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですねそのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。